造業宮寺は、両下官の一つで、行行の際の安在所となる、宮の造営などを担当する、臨時職である。作り、東宮司とも言う。皇室の別荘である、理宮に対して、行行の際の一時的な仮の宮は、安宮とか、東宮と呼ばれ、行行が決まると、最初に、造業宮寺が認じられ、現地に派遣されて、行行の際の安在所となる宮の造営や整備に、 携わある。そして、宮からの官御の時に、現地の関係者と共に商品に預かり、行行後の宮の整理にあたり、帰郷するのが、一般的であった。実例として、後院社が帰りて、竹原伊東宮に至りたもう、かのとう、河内、摂津の二国、合わせて造業宮事と戦闘の軍事大将竹白とに、六玉もの不こと、格差あり、とあり、 元章天皇の霊紀三年二月に、陳津とむへ行行した岐路、竹原井富具へ立ち寄った際に設置されている。同年、天皇は、田地比広りを、美濃国へ使わして、暗宮を造営させている。また、人紀三年十月の聖武天皇の張間国院、南野への行行にあたって、明石軍雄美里の優美遁宮を造営するために、文部王、田地比広り 村国師はガマロラ18人が、作り富宮司に任ぜられている。さらに、人身、伊勢国造業宮司を任す。とあるように、藤原広次の乱の折、天平12年10月の聖武天皇の伊勢行行の、時に、設置の時にも設置されている。演技式では、全数10日、臨時料亭、造案宮師を定む。 詩人官品臨時時に従いて処分とあり、行行時に臨時に設置される次第死などが4等間の簡易まで規定しているのとは異なる。8世紀の実例では死と表記されている造業宮寺が演技式では死に格下げになっているのは奈良時代から行行先が限定されてゆき、行行時に既存の宮を再利用するようになっていたからと推定されている。 ありがとうございます。